北緯35度41分42.1秒。統計139度45分39秒。神保町花月は東京都千代田区の神保町シアタービルの2階にあった吉本工業の劇場。2007年7月7日に開場した。本校では神保町花月をリニューアル開業した神保町吉本漫才劇場についても触れる。この劇場では 漫才やコントではなく、吉本若手芸人たちが新喜劇とは異なる芝居の公演を行った。併設する人保町シアターでは映画上映を行っている。人保町花月でも本公演前には吉本ディレクターズフィルム100作品を週替わりで上演していた。また、通常公演の他に演劇総合コンテンツ、コンフェッティとのコラボレートも盛んで、 人保町花月出演者の中から、えりすぐりの芸人と役者を集めて行う、エチュードナンバーワンを決めるイベント、エチュイチグランプリを開催していた。2019年12月24日に閉館し、翌2020年1月29日からは、吉本漫才劇場の東京版拠点、人保町吉本漫才劇場として、リニューアルオープンした。以下、太じは、 座長2012年7月8日に行われた人望町花月4劇団立ち上げメンバードラフト会議により人望町花月から4劇団が誕生した2012年10月より始動各チームが1回60分ずつ公演がありそれぞれのチームが自主的に考え各々が成長するための様々な企画が行われる https://gekinobi.futureartist.net ケチームキチームのチームビチーム同じく若手芸人の育成と芝居を行う劇場として2008年大阪京橋に立った京橋花月梅田花月ベース吉本で行われた再演システムもここに引き継がれている第一弾として 演出とキャストを総会した放課後アゲインが2009年4月に上演、8月に DVD 化された、ついで10月に清掃開始のセルフプロデュース作、オイカークリーンカンパニーを11月には裏県のスピンオフ作、弁家裏剣アイデンが上演された人望超過月をリニューアルする形で2020年1月29日にオープン。 芸歴6年目以下の若手のオーディションライブ及び、バトルライブを中心に開催している。大阪の吉本漫才劇場との連携も行われる。こけら落とし公演のメンバーは、スーパーサイズミー、プール、放課後ハートビート、ブラゴーリ、令和ロマン、満腹ユナイテッド、9番街レトロ、ザシーツ、世間知らず、ボルジュク、バニラボックス、ラタタッタ,タ、ネイチャーバーガー、 パンプキンショートケーキの14組、ソフト化はされていないが、CS チャンネルファンダンゴで、ザ・モモタロウなど数本の作品がオンエアされていた。ありがとうございます。